まだちょっと薄暗い中山入っていきます。はい、おはようございます。今長野県三俣登山口に来ています。で今日これからですね、2677メートルですね、標高長ヶ岳登っていきたいと思います。北アルプスの大人気の山ですね。今日は、三俣登山口から長ヶ岳新道を通って山頂テント泊です。長ヶ岳ヒュッテの横のテント場でテント泊で、明日上高地の方に降りていきたいなと思っています。天気はね、おそらくものすごく良い。そして今日は山の日を含む3連休ということで、まあ人もねめちゃくちゃ多いんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、いい参考になってくれたらいいなと思っております。まあソロでね登山するようになって2年目になって、今年はね北アルプス何度か行きたいなと思っていたので、まあ、実現できてよかったかなと。でテント担いで北アルプス結構ね大変なのかなと思うんですけど、気をつけて歩いていきたいなと思います。ちょうど日が出てきて山をね赤く照らす感じがかっこいいですよね。最初にして大きな分岐ですね。常念岳と長ヶ岳分かれるところ、今日は長ヶ岳の方に向かっていきます。はい、じゃあ北アルプス来るのは僕は結構久しぶりですね。そうね、だから1年半ぶりぐらいかな。唐沢カールにその時は行ったんですけど、それぶりかなと思います。本当はねもっと来たいんですよね、北アルプスはね。もう間違いなく日本最高峰の山域、いろんな意味でね、いろんな意味で日本最高峰の山域であるのはもう間違いないんで、もっと来たいんですけど、東京ハイカーからするとやっぱ結構遠いんですよね北アルプスは。まあ、距離っていう意味でも、日程とか仕事っていう意味でも、あと天気っていう意味でもね、これらの要素が全部こう噛み合わないと来れないっていう場所なんで、なかなかね来ること叶わないんですけど、でも来たからにはねしっかりいい景色見てちゃんと歩いて楽しみたいと思ってますね。はい、水場ですね。多分これも最後の水場になっちゃうんじゃないかなと思いますね。山頂まで水切らさないように登っていきます。今のが、まあ、この長ヶ岳のマスコットゴジラくんですね。まあでも確かに本当にゴジラみたいに見えるから面白いですよね。はい、でまあゴジラの木過ぎたんですけど、まだまだ先は長いですね。気を引き締めて歩いていきましょう。いやー、この稜線の存在感、さ
さすが北アルプスって感じですよね。いやもうずっと階段でしんどいっすね。まあでもずっと階段っていうのは裏を返せばすごい整備されてる道っていうことですよね。まあさすが人気の山域ですね。標高が高いからねなんとかなってますけど、あっち暑いな。今半分ちょいぐらいかな。登り出してからはまだ半分来てないですけどね、最初の駐車場からはもう半分ちょいぐらい来てる感じですかね。まあこっからがきつい。多分急登の角度が上がっていく感じですね。はい、ここが豆打ち平かな。まだ 3.9 キロもあるのかよ。ちょっと休憩しましょうか。まあもちろんね、楽して登れるはずがないと思ってますけどね。まあやっぱりきついですね、それなりに。いやでも本当にいい天気ですね。稜線出るのが楽しみですよね。はい、じゃあ引き続き山頂を目指して歩いていきます。まあやっぱね、長ヶ岳人気の山域ってこともありますし、3連休ってねこともあって人多いな。やっぱななんとなく見える範囲、前後見える範囲には誰かしらいるっていう、なんかそんな感じですね。まあ人の気配がすぐ近くにあるってのは、まあ、安心できるっていう意味ですごくいいことだと思うんですけどね。なんか僕普段奥多摩の変な山とか歩いてると、登り出してから下ってくるまで本当に一人も会わないみたいな参考とかもあったりするんで、なんか人の気配が結構するのが逆にちょっと落ち着かなかったりしますね。だいぶ上がってきてるんだけど、なんか稜線に出る気がしねえな。はあはあ、おー美しいですね。あれ常念岳ですね。はあ、綺麗な稜線だ。まあ、やっぱ綺麗な景色見ると元気出ますね。だんだん上が開けてきましたね。そしてこんな綺麗な青い花の道を今歩いてます。まもなく稜線出ますかね。もう間もなく稜線って言いながら全然つかねえな。稜線見えてんだけど、歩けども歩けども登れども登れどもつかねえ。さすがきついっすね。長ヶ岳ヒュッて間もなくですね。うわーすげえ綺麗。はあ、気持ちいい風が。はあ、いやー風がめっちゃ気持ちいい。あとちょっと頑張ろう。いやーすごいっすね景色。はい、めちゃくちゃやばいですね。これ見えるの常念岳ですね。でこの奥に御殿昇岳見えますね。いや素晴らしいね。境があったってもんですよね。じゃあもうヒュッて間近ですね。もう見えてます。向かっていきます。いやめちゃくちゃいい天場ですね。でもまだあんまり止まってなくて、かなり早い時間帯にこれで良かったですね。じゃあテント張っていきましょう。
的ですね。前方で奥方、唐沢岳、唐沢カール北方で、こっちに来ると槍ヶ岳ですね。心の底からすごいね。はい、飯食って戻ってきたらめっちゃテント増えてますね。で、時間は今12時。もうずっとまったりですね。ビール飲んで、景色見て、寝る。この繰り返し。素晴らしい山小屋天馬ですね。だいぶガスに覆われていて、まあ、というか午後に入ってから割とガス入り気味ですね。これが夕焼けの時間にどうなるかですね。
お疲れ様でした。北アルプス中央岳最高ですね。この後ちょっと寝て星空撮れたら撮って、で朝焼け見てって感じですかね。じゃあおやすみなさい。はい、では歩いていきます。今日はですね、長ヶ岳から、近くに長槍っていうピークがあるんで、その長槍まで行って、でその後下っていきたいと思います。長槍までは多分 3,40 分ぐらいかなと思います。でその後は、下山して上高地の方に降りていきますね。横尾というところにまず降りていって、で横尾から、上高地のバスターミナルまでまた延々と歩いていくというようなコースになるかなと思います。この稜線はマジで半端ないですね。でぐるっと振り返るとこっちが長ヶ岳ですね。今雲に飲み込まれようとしているところですね。はい、ここ分岐ですね。ここを下っていくと、観光地の横
方に降りていくことになります。はい、あれが長槍ですね。ちょっと思ったより遠いけど、まあ、せっかくなので行ってみましょう。はい、長槍ですね。はい、下っていきます。先ほどの分岐まで戻って、今ねリュックもデポしてあるんで、そこでリュックまた担いで旅行の方に下っていきます。まあ名残惜しいですけどねまずっといるわけにもいかないからね。はい、あそこ分岐ですね。ちょっと僕の荷物、赤いザックめっちゃ目立ちますね。はい、じゃあ分岐して一気に下っていきます。この山々の谷の部分ですね、降りていきます。はい、もう稜線からはすぐに森に入っちゃう感じですね。このまんまずっと、そうですね、1時間半、2時間ぐらい下り続けていきます。結構すれ違いますね。まあ、3連休の2日目、3日目って感じですからね。まあこっから登っていく人は長ヶ岳、常念岳に行く人もいるか、そんな道ですね。結構足場悪くてね、気抜くとすっ転びそうなんで気をつけて下っていきます。はい、横までの道半分ぐらいまで来ましたかね。まあでもご覧の通りガレガレ、浮き石だらけの結構危ない急坂をずっと下ってる感じですね。まあこれ下りもきついけど上りもきついだろうなと思います。まあじゃあ昨日の三つ股の方が楽で良かったかというと、全然そんなこともないというかまあ楽な道なんてないってことですね、北アルプス長ヶ岳。はい、だいぶ標高を下げてきましたね。さっきは同じ目線の高さにあった穂高連峰をだいぶ見上げるような感じになってきました。はい、ここ降りていった横尾ですね。横尾は上高地の一番奥まったエリアになります。上高地といえばもうめちゃくちゃ美しい景観を持つ超大人気観光スポットですよね。まあ一般の人たちも全然来れる、もうそこまで行ったら山登ったり降りたりっていうのはもうなくって、平坦な道が川に沿って続いていると。なのでその横尾とか隣の徳沢とかは、まあ、普通にハイキング目当ての観光客もたくさんいるっていう感じかなと思います。で今日3連休中日なんでめっちゃ人いると思うんですけどまあでも本当に美しい場所で、で僕は今日三俣口から登って、昨日か三俣口から登って、今日この上高地の方に降りていくと。まあこういうことができるのは、まあ公共交通機関使いの、まあ、メリットではありますかね。槍ヶ岳くっきり、うお、着いた、見えてきましたね、横山荘。いや上りも下りもしんどいな。ちょっと休憩ですかね。お疲れ様でした。横の方ね、ものすごい人ですね。ね、いやめちゃくちゃ景色いいですね、素晴らしい。でこの橋を渡ると唐沢カールの方に向かうことができます。もちろん今日はねそっちには行かないで、こっちから上高地の入り口の方に歩いていきます。いやすごい人だな、人がひっきりなしに往来してますね。いや旅行でこれだったら徳沢とか上高地の入り口のとことかやばいんじゃないかな。徳沢で優雅にカレーでも食おうと思ってたんですけど、ちょっと人多すぎて無理でしたまあでもあの徳沢園はね一回テント泊してみたいですね。テント泊して下山してきた後にこの2時間以上ある道をずっとテント担いで歩くっていうのもなかなかしんどいですね。はい、明神館出たらあと 4,50 分ぐらいですかね。長いな、
歩いていこう。はい、かっぱ橋、あずさ川ですね。すごい人だな。はい、というわけで長ヶ岳の参考動画見ていただいてどうもありがとうございました。結構ハードでしたけど、なかなかいい風景をお届けできたんじゃないのかなと思います。じゃあね、また次の動画でお会いできればと思います。どうもありがとうございました。